こうして見ると浴衣の人結構たくさんいるね。来てきてよかった。夏を先取りできたみたいでなんだか嬉しくなるよね。柄を揃えたせいかいろんな人が反応してくれてちょっと照れちゃったけど、かなんちゃんの浴衣すっごく似合ってるし、今日の髪型も大人っぽいからその気持ちわかるな。ありがとう。今日も帽子と浴衣の組み合わせとっても可愛いよ。かなんちゃんと浴衣でお出かけするからおしゃれしたいなって思ってコーディネートしたんだ。そう言ってもらって嬉しい。陽のおしゃれのセンスって本当にすごいよね。アクアの衣装のデザインとかいつも可愛いなって思ってるよ。ありがとう。みんなに気に入ってもらえるようにっていろいろ考えてるから、そう言われると安心する。みんなもそう思ってるんじゃないかな。まあだけどそれに甘えていないで、たまにはこうしてちゃんと言葉にして伝えないとね。そうだよね。分かってるつもりじゃなくてちゃんと伝えるのって大事だよね。そうそう、陽の気持ちちゃんと聞かせて。お互いに言いたいことちゃんと言えたらもっと仲良くなれるからね。